皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回は、マグマ星人について紹介していくぜ。宇宙人系って、あまりどれがどれかわかってないから助かるわ。それならよかったぜ。どんな奴なのか、劇中での活躍も詳しく解説するから、ぜひ楽しんでってくれよな。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。マグマ星人は、ウルトラマンレオのふるさとである L77 星を滅ぼした凶悪な宇宙人なんだぜ。レオのふるさとを滅ぼした、ウルトラ戦士のふるさとを完全に滅ぼすなんて、想像できることじゃないわよね。そうだな。そのため危険性はかなりのものらしく、ウルトラ戦士にも流し渡っているらしいぜ。要注意宇宙人ね。また、レオの弟であるアストラには劇中では語られない設定があって、L77 星滅亡時にマグマ星人に囚われ、捕虜になっていたというバックストーリーがあるんだ。そして、それを助け出したのがウルトラマンキングなんだ。キングが助けなかったら、今頃、恐ろしいわ。今もなおアストラの足に残っているマグマチックチェーンはこの時に付けられたんだ。これはキングですら外すことができなかったんだぜ。やばすぎるでしょ。シリーズでは、ウルトラマンレオ第1話セブンが死ぬ時、東京は沈没する、および、第2話大沈没、日本列島最後の日にて初登場を果たすぜ。いきなりには続けて登場するのね。ああ。双子怪獣ブラックギラス、レッドギラスを引き連れ、星々を滅ぼし回っているんだ。つまり、レオが第2のふるさとにしている地球にも魔の手を伸ばしてきたってこと？そうなるな。マグマ星人の特徴としては、剣術の達人で、自らの右腕に25メートルもの巨大な剣マグマサーベルを装着して戦うんだ。使いこなすのが大変そうな武器だわ。また、サーベルから強力な光線を放つこともでき、本気を出して戦う際には、さらに左腕にフック、そしてマントを身につけるんだぜ。海賊みたいなスタイルで戦うわけね。そうだぜ。でも、見た目に反して知能指数は1万と高く、レーダーの役割を果たす頭髪、腰には重力コントローラー、サーベルには周囲を真空にする能力や、放電能力を備えているんだ。爆弾として使える胸の紋章マグマデビル勲章は、弱い宇宙人が見れば逃げ出すらしいぜ。めちゃくちゃ強そうじゃない。劇中ではどんな活躍をしたの？劇中では、手下の双子怪獣を2匹連れてウルトラセブンを戦闘不能にし、さらにはレオスラも追い詰めて、東京を沈没寸前に追い込んだな。インパクト抜群だわ。しかし、個人的な戦闘力ははっきり言って低く、初期の特訓前のレオにもまるで歯が立たないありさまだったんだ。あれ、あんなに強そうな説明だったのに。そして、双子怪獣がレオに敗れると潔く撤退し、二度と地球に姿を現すことはなかったぜ。悪い奴だけど、戦況を見てすぐに撤退する判断ができるのは素晴らしいわね。次に紹介するのは二代目だな。レオ第30話怪獣の恩返しに登場した、レオのふるさとを滅ぼし、地球にもやってきたマグマ星人とは一応別個体だぜ。てっきり一人しか登場しないと思ってたわ。今回は強いのかしら。二代目は、初代と同じように右腕にサーベルを装着して戦うが、戦い方はガラリと変わっているんだ。両腕を合わせて光線を放つし、指からフィンガーニードルを発射するぜ。初代より強そうだわ。劇中ではどんな活躍をしているの？劇中では、宇宙で一番美しいと呼ばれる怪獣ローランを付け狙い、地球にまで追いかけてきたんだ。理由が侵略じゃないのはいいかも。そして、冒頭からローランに襲いかかっていたが、パトロール中だった大鳥弦のノルマッキー3号にボコボコにされ撤退し、その後宇宙に帰ろうとするローランに再び迫るも失敗し、ついにローランを殺そうとするんだ。逆ギレじゃない、最低よ。だが、第1話、2話とは比べ物にならないほどに力をつけたレオには歯が立たず、風車を胸に投げつけられ、あっさり倒されてしまったんだ。あんまりいいところがなかったわね。ちなみに、初代と二代目は別人と言ったが、書籍によっては同一人物扱いで再登場した個体とされているんだ。もし同じなら、再登場するまでに性格まで変わってないかしら。他にも劇中で、ゲンがあいつは両親の仇なんだというシーンもあるしな。このセリフがマグマ星人個人のことか、一族のことなのかで意味合いが変わってくるわね。確かにな。ここからは、他の作品でのマグマ星人の活躍を紹介するぜ。よろしく頼むわ。特撮版アンドロメロスでは、グア軍団の配下としてマグマ星人3人衆という3人組が登場したぜ。
全宇宙を征服するための近道として入団したんでしょうね。惑星モールスでアンドロールフを軍団長たちと共に襲撃して重傷を負わせたが、ナッツ星アルファでアンドロメロスと戦い、子分の二人はダブルサーベルで倒され、リーダーもダブルランサーで腰を切られて倒されたぜ。それでも本編のマグマ星人よりは強かったんじゃないかしら。ウルトラマンメビウスでは、第16話宇宙の剣豪に兄弟で登場したぜ。デザインは昭和版と変わっていないが、左腕に装着するフックがチェーン式になり、打ち出せるようになっているんだ。時代とともに彼らも進化しているわね。そして、兄はブラザーブルー、弟はブラザーレッドといい、大島水星でザムシャーと戦うものの敗北してしまったんだ。ザムシャーの強さをアピールするためにやられてしまったわけね。そうだな。今作のマグマ星人は饒舌でよく喋る間抜けなイメージが強く、レオで登場したマグマ星人とはかなり異なるキャラクターになっているんだ。だが、一人で戦っていると見せてもう片方が不意打ちを仕掛けたり、狡猾さは忘れていないぜ。宇宙に悪名が轟いているだけのことはあるわね。ウルトラゾーンでは、ヘアサロンマグマ&ババルーに登場したぜ。読者モデルもたくさん通う、中目黒の目黒川沿いから一本入ったところにある美容室のカリスマ美容師なんだ。凄腕じゃない。だが、休暇を取った時に後輩のババルー星人に自身になりすまされて常連客を取られてしまうんだぜ。お客さんの奪い合い、違う意味で恐ろしいわね。ウルトラマン銀河では、番外編残された仲間に登場したぜ。闇のエージェントの一人で、闇の勢力の残党なんだが。あら、どうしたの？実際はファシリ的な立ち位置でな、彼自身が表舞台で活躍する機会は最後まで全く訪れず、ダークルギエルが敗れ去った後、街の全怪獣や宇宙人が宇宙へと帰っていった中、なぜか自分だけが取り残されてしまうんだ。随分かわいそうなことになってるわね。そのため、仕方なく古星町でバイト情報誌などで職を探しながら、毎日冴えない日々を送っていたんだ。戦闘とかはしなかったの？後に自らゼットンへとダークライブし、一兆度の高熱火球で街を消し飛ばそうとするが、ウルトラマンへとウルトライブしたチグサとウルトラマンジガへとウルトライブしたケンタに阻止され、そのまま月まで運ばれていき、退治するぜ。二人の連携には勝てないわよ。そうだぜ。だが、自分がゼットンから分離して加勢することで優位に立つんだ。最終的には、銀河が二人に加勢したことで形勢が逆転し、銀河クロスシュートをゼットンともども浴びせられ敗北したんだ。意外と頑張ってたわね。そして人形に戻った後、銀河が地球へやってきた理由が、取り残された自分たちを迎えに来たことだったと知るや態度を一変させ、銀河のことを先生と呼び、歓喜の叫び声を上げながら去っていったぜ。なんていうか、よかったわね。ウルトラマン X では、第10には虹の行く先、第13は勝利への剣に登場し、ギナスペクターの配下として、シャプレイ星人と共にグア軍団参加に下り暗躍したな。今回もいろいろやらかしてそうね。劇中では、モルドスペクターに加勢するために巨大化し、X を追い詰めるが今一歩のところで逃げられてしまったな。有利な時に生き生きするタイプね。また、再戦時には両腕にマグマサーベルを装備した状態で X、ビクトリーのコンビと交戦するも全く歯が立たず、最後はビクトリーナイトのナイトビクトリウムフラッシュからの、ナイトビクトリウムシュートを立て続けに暗い敗北したんだ。随分あっけなかったわね。ウルトラマン大河では、第1話バディゴー、第24話私はピリカ、最終話バディステディゴーに登場したぜ。3回も出番があるなんて素晴らしいことじゃない。劇中では、ヴィランギルドのメンバーで地球人に化けて潜伏していて、逃げ込んだビルの中で追ってきた工藤博之と川津オベリーを人質にして動けなくするも、切り裂きが呼び出したヘルベロスにゼガンを倒されると、ベリーを放り出して逃走したな。今回も情けない気がするわね。第24話では、地球にウーラーが迫っていることを知り、一緒に行動していたマーキンド星人と共に地球の脱出を考えていた折に、ピリカの目的を聞いて協力することになるぜ。あれ、協力してくれるの？そして最終話では、マーキンド星人と共に佐々木かなの作戦に協力して素晴らしい活躍をしていたぜ。最終的にはイージスに入社して、警備士として汗水を垂らして働いているんだ。まさかの仲間入り。めちゃくちゃ嬉しいわね。ああ、劇場版ウルトラマン大河ニュージェネクライマックスでもダダの銃撃から誉れをかばって負傷したり、熱い一面がある姿も見せていたな。今までで一番好きになれそうなマグマ星人だわ。ウルトラマントリガーでは、スピンオフ作品ナースデッセイ開発秘話特務参加奮闘記に登場したぜ。
本作のマグマ星人もいい人のようね。劇中では、マルールが開いた新型戦闘艇のアイデアを募る宇宙人会議に参加したり、マルールたちにアニメを熱く語り出していたな。彼も頑張って働いているわね。次に紹介するのはマグママスターマグナだな。大怪獣ラッシュウルトラフロンティアに登場する、3人の主人公のうちの一人で、ラッシュハンターズに所属しているんだ。まさかの主人公抜擢、熱すぎるわ。こいつは通常のマグマ星人に比べると、かなり筋肉が強調された未来的な容姿なんだ。戦闘はどうやって行うの？右腕に装着するスティンガーサーベルで戦うぜ。彼はこれで怪獣と戦う接近戦タイプなんだ。血気盛んな様子が見て取れるわね。でも、仲間や友人思いな部分もあって、チームのムードメーカー的な存在なんだ。タイベロクロン戦ではアーマーと自分の中にあったマグマ魂によりある種の覚醒を遂げ、バーサクという能力を得得していたな。常に成長を続けているわけね。その他にもウェブコミック版で実質的な主人公のマグマ星人フップや、映像にちょっとだけ登場したマグマ星人トライドだったり、カードだけだがマグマ星人バイザーというのもいるんだぜ。ものすごいカラフルね。また、ウルフェスなどのウルトラ関係のイベントには、マグマ星のアイドルマグミが登場したこともあるぜ。マグマ星にアイドルが、いい文明が築かれているようね。さらにウルトラマンでグロスには、マグマ星人侵略軍というのが登場するぜ。かつてレオ兄弟のふるさとであるシシザエル77世や、レブロスが滞在していた DUC 世を滅ぼした組織なんだ。これは気になるわね。まずは、帝徳のボルカンだな。体を守る装甲はエンペラ星人の鎧であるアーマードダークネスを模して作られていて、オリジナルには及ばないが高い防御力を持ってるようだぜ。アーマードダークネスを模してるからだいぶ威圧感があるわね。そして隊長のユラグだな。残虐な性格ながら、妹のことを大切に思っているらしいぜ。え、妹がいるの？その妹が副隊長のラバだな。冷酷かつ奔放な性格で、両手に持った短剣を使ったスピードを活かした連続攻撃が得意なようだぜ。ラバ？マグミの裏の顔だったりしない？それにしても、多種多様なマグマ性人がいるわね。多種多様といえば、やっぱりウルトラ怪獣擬人化計画で美少女になったマグマ星人は外せないよな。美少女に、詳しく知りたいわ。気になるデザインがこれだぜ。もともと人間に近い姿をしている宇宙人であるため、この企画では珍しく、そこまで大規模なデザイン変更はされていないんだ。確かにそうね。擬人化というよりは、マグマ星人の女性といった方がしっくりくる容姿になっているわ。銃や鍵爪のついた服を装備している様は宇宙海賊のようだし、心がときめくぜ。素晴らしいデザインに感謝だわ。ということで、これでマグマ星人の解説を終わるんだぜ。まだまだ気になる部分がたくさんあるし、今後も活躍したら紹介してほしいわね。そうだな。今後の活躍も要チェックだぜ。楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。